ゆっくり特殊機大です。今日は作者がお昼寝中なので、勝手に作者のシナリオを見ながら解説の方を進めていきたいと思います。まずはシナリオを覗いてみます。つまらないシナリオだったので削除します。ところで義士は神殿の予定記事について語るとき、よく引き合いに出されるのが感謝聖域伝の予定記事です。では、この作者が作ったメモを参考にしながら、感謝聖域伝の予定記事を読み解いていきましょう。最初に行について語られますが、その後も後半に出現するのでこれを割愛します。いきなりかよ。気を取り直し。まずは彷徨える湖で有名なローラン王国です。ピチャン県にあります。長安から6100里です。西南のチェルチェンを西としていますがこういうことはよくあることです。西を西南としたら問題ですが、次。チェルチェンはチャルチャン県にあります。長安から見ると前線より720里先です。聖域と呉府からの距離は実測。長安からの距離はここの実測値を基準で足したものでしょうか。次。長安から見ると荘園はチェルチェンの南390里が予想され、これが3日行なので1日230里ということになります。次、ニア県のニア遺跡が茶道田と言われています。長安から見るとチェルチェンより2000里先です。次、長安から見ると茶道田が8820里、重炉が8300里ですが、重炉の8300里が荘園経由なら矛盾はありません。なお、聖域と呉府から見ると茶道田の南135里が予想され、これが4日行なので1日に34里ということでしょうか。次、カラドン遺跡が帯と言われています。長安から見ると帯は9280里ですが、長安から8820里の茶道田で西460里と記述されているので、茶道田経由で間違いありません。次、チラはケリア県にあります。長安から見るとチラは9950里ですが、茶道田、帯経由と考えれば矛盾はありません。次、宝丹市の段々入り区仏教寺跡が宝丹と言われています。西の川が宝丹川です。次、ピーシャンは群馬県です。インド、カシミール、アレキサンドリアといった地名が登場します。ピシャンからウタへの1340里はシーエ経由と思われます。ウタの距離が9950里と小さい理由は口述します。次、ウタをクンジェラブ峠あたりと考えました。なお、長安から見るとピーシャンより遠いはずのウタが100里近いところになっています。これはウタがプリ経由だからと考えられます。また、プリの距離が小さい理由については口述します。次、カルギリク県のウッシャルバシチンがシーエと言われています。なお、シーエよりウタが近い理由はピーシャンで説明した通りです。次、タシクルガンタジク自治県の石頭城遺跡がプリと言われています。長安から見ると9550里というのは周囲の国から考えて明らかに矛盾しています。では、作者の考えはどうでしょうか。カシガルの9350里に550里足すべきところを誤って9000里に550里足してしまったとか。いつもながら強引です。次、ヤンギサール県のヤンギサール古城遺跡がいないと言われています。長安からの距離はカシガル経由でしょうか。しかし、150里ほど誤差があります。おや？作者がまたメモでつぶやいています。僕は思います。予定記事を見る限り、プリといないはもっと近いはずです。カシガルからの650里も大きすぎます。次、憂いの場所は予定記事からの予想です。長安からの距離が9950里と小さいのはカシュガル経由なのでしょうか。次、南東はギルギット地方です。次、京浜はカシミール地方です。南東から京浜は330里で9日行なので1日に36里ということでしょうか。次、アレキサンドリアはカンダハルと言われています。京浜と同じ12200里なのは両方とも憂いを起点に考えたのでしょうか。ちなみに木刀はバクトラでトカラ。利権は力屋でローマ。上司は語源は知りませんがシリアです。次、安息国はパルティアで都はニサコと足がバート、かもしれません。ただし、長安からの距離11600里は小さすぎます。では、作者はどう考えているでしょうか。アムダリア側に望んだところに都があるとも記されているので時代によってトカラのバクトラとごっちゃになった可能性も疑いたいです。次、大月市はソグディアナです。次、トカラはバルフです。次、皇居はカザフスタン南部です。また、アオルソイ、
はアラル海付近です。次。大円はフェルガナです。12,550里は大月市からの距離でしょうか。次。東海は長安から11,080里ですが、旧準国とほぼ同じ位置なので割愛します。次。旧準は荒井渓谷付近です。キルギスはウルグチャと県西北、これも荒井渓谷付近です。次。ヤルカンドはヤルカンド県です。長安からの距離はカシュガル経由でしょうか。次。カシュガルはカシュガル市です。次。トムシュクはマラルベ市県です。次。ウソンはイシク湖周辺です。次。古木はアクス市です。法典まで馬で15日と記述するのは法典川沿いに砂漠を縦断できるからでしょうか。あと聖域全体で距離が離れていても接するという言葉が使われています。接するとは距離に関係なく、間に他の国がないという意味なのでしょうか。次。音数はウシトルファン県です。次。クチャはクチャ県です。次。ウルイはチェディア号です。ここが聖域とゴフです。次。距離はコルラ市です。タリム川沿いにあります。東南にチェルチェン、南にチャドータはおかしいです。砂漠を縦断せず、タリム川沿いに進めば、この誤認識はあり得るのかもしれません。次。ロプノールをボステン湖西南と考えました。次。騎手はホッサオ付近です。次。ボゴダシン湖上がカラシャールです。以下はかなり辺境なので割愛します。そして、最後の難関が三国です。では、作者の見解を見てみましょう。西240里に入り、西北160里にカラシャール、西260里に騎手。これを満たす住山国の配置はこの配置しかないはずです。これを考えすぎて、今、作者は昼寝をしているわけです。あ、起きてきました。今日、僕はすごい夢を見ました。次の新シリーズ、全36回の聖域伝が大ヒットする夢です。あ、それ今、俺が7分程度でやっちまった。ご視聴どうもありがとうございました。また、次回もご視聴よろしくお願いします。